むっつり真剣、をレビューします。本作は週刊少年ジャンプの伝説的漫画、ザン、の作者である杉田直先生が、2016年末あたりから少年ジャンププラスの方で連載されていた漫画になりますね。なので厳密には紙面連載のジャンプ漫画ではないのですが、本作よりもはるかにつまらない、王立魔法学園なるものがジャンプと名のつく雑誌の方で大好評連載中なので、まあそんなものが雑誌の方で連載されている今の集英社基準ならジャンプ漫画でいいやろ。なんだかんだでこのむっつり真剣は見どころ自体はありますからね。さすがはプロやな。本作の説明をする前にザンの内容を理解する必要がある。少し長くなるぞ。ザンとは今から15年前、週刊少年ジャンプで連載されていた伝説の漫画で、その漫画への非常に高い情熱を感じる圧倒的に低い画力と、一コマの吹き出しに100文字近くのセリフをぶち込むという独創的な小回りにより、一躍ネットの話題を独占した、別名、中学生が書いた漫画を編集者が間違って載せた漫画、と言われるほどの逸材ですね。当時の週刊少年ジャンプは暗黒期の始まりくらいの時期で、これまた伝説の漫画、ポセイドン学園、輪島ニア、なども同じくらいの時期にあたります。当時は編集部に無能編集こと三浦五郎のモデルとなった人物が在籍していたと言われ、とにかく新連載の質が低かったことで有名ですね。それに加えて長期連載の漫画が、面白さ自体はそれほどでもないのにほとんどの連載枠を埋めてしまっていたこともあって、新人の連載可能枠が4枠あるかないかくらいの状態にあったんですね。そのため、明らかに才能のある新人の漫画がガンガン打ち切られるという状況になってしまい、結果作家が他社に流出するわ。新連載の質は下がり続けるわでひどい状態にあったんですね。今でこそだいぶ健全化しましたけれども、当時のジャンプ紙面で連載を開始したとすると、チェンソーマンは別としても、鬼滅の刃や呪術廻戦はおそらく打ち切られていましたね。マッシュルとかは即死してたと思いますよ。とにかく将来性は一切無視されていました。そんな暗黒期にあったので、当時のジャンプの新連載の漫画に期待されていたのは、ネットで騒げる程度のネタ性かエチチチでガキを釣るための目的を持ったもの、それと合わせて、何週もつかな、という予測ダービー程度のものだったんですね。打ち切られることが前提です。そこを見ると、ザンはネット民が求めるネタ性を従前に満たしており、また、率直に言って下手くそではあるが漫画で表現したいことはわかる頑張り熱も見られ、その賢明さからネット民の心がザンに満たされるという一大ムーブメントが起こったんですね。また前に勘でアニメ化もしていませんが、作者を応援するためのファンによる制作で、アニメのオープニング映像とエンディング映像が作られたり、ゲーム化されたり、打ち切られた後の話や新キャラが作られて漫画化されたりと大盛り上がりだったんですね。今でこそヤングジャンプの紙面でカスゴミそのものの柑橘系ゲロ漫画が連載されるような、出版社関係の腐敗と闇と工作が一般的に知られていますけれども、当時の段階だと、まだ読者が出版社に対して頭はいっていないだろうという幻想を抱いていたこともあって、まともな出版社が中学生がノートに書いたような漫画を連載させるなんて、という、衝撃めいたものも合わさり相乗効果は無限大で、まさにお祭りでしたね。なお出版社の頭が言っていることを数々の事実から証明したのは私である模様。すまんな、まあそんなわけで、時代の波も合致して伝説の漫画となったザンなわけですが、一応は2巻で打ち切りですね。ちゃんと18話分続いたのは当時だと検討です。その後、2010年にスゴッと、2014年に魔人ボーンと連載をされ、2016年末に連載が開始されたのがこのむっつり真剣なわけですね。なんとなく話が見えてきましたよ。もちろんだ、やっとらしくなってきたな。俺、心眼持ってないけど、杉田直先生が書きたいものを書いたってのはわかるよ。というわけでやっと本作の話ですね。本作を語るためには先生の経歴は、ちゃんと押さえておく必要があるので、事前に説明するかどうかは自分で決めますよ。では裏筋から、2000XX 年、地球全土を巻き込む世界大戦により男性の 90% が死亡、
これにより、力仕事の効率が落ちたことで女性たちの超人的な進化が促される。100年後、人口比率は回復したが男性よりも肉体的に優れる女性たちが、男性を下級の存在として抑圧。名実ともに女性優位の世界となっていた。ちなみにこの超人化っていうのは、例えば壁ドンをするとその壁が粉々になるレベルの、力こそパワー的な超人なので、男性が反抗することは不可能なレベルなんですね。そんな世界に存在している、とある学校に男の転校生がやってきて、女性たちに反抗を始める。その方法とは、自身の内なるむっつりパワーを高めて、それを様々な属性技で放つことにより女性の着衣を破壊する、むっつり真剣である。なお彼の目的は男も自由に暮らせる世界をこのむっつり真剣で作ることである、というのを建前として戦いの中でこっそりと女性の裸を見ることにより究極のおっぱいを探し求めるということなのだ。こうして戦いの火蓋は切って落とされたのだ、という話ですね。設定だけだとなんやかんやしたらちゃんと面白くなりそうではあります。実際、この世界は完全女性優位のため一々な書物や漫画も規制されており、女性の本体などは見たことがない男性すら存在することが推し量れるので、着衣を破壊するために内なるエネルギーを解放するという、我々の世界基準だと、調べればすぐに見れるしどうでもいいわということでも、真剣に取り組むという、説得力みたいなものが自然に生まれますからね。設定だけを見るならば、話自体も色々膨らませることができるような自由度もあるんですよね。とにかく目標が、むっつりパワーにより向いて裸にしてそれを見るってことで一貫しているので、その過程を自由にできるっていうのが大変いいですね。空を飛ぶ相手や地に潜る相手など、超人と化した女性ならではのとんでも能力でともすれば男の生命すら狙ってくる相手を、いかように激しく多彩な技で返り討ちにしようとも、向いた時点で本人的には勝利なので、女性の本体には被害がいかないっていうのもいい感じですね。男は命を懸けているが、女は命を狙ってくる。それでも男は向いた時点で女への攻撃理由はなくなり、その後ボコボコにされる展開も予想されますし、しかしながらそこからどのように、女性の心に語りかけ戦意をくじくまたは男気を見せてほの字直前にしていくかなど、かなりのバリエーションを持たせることができてマンネリ化を防ぐこともできる感じですね。それに設定だけを見ると女との友情により共闘する展開も熱くなりそうですし、やっていることはとんでもなく変なことでも真剣なバトルを成立させることもできそうですし、設定だけを見るととにかく良作になりうる素質がありますし、何より杉田直先生が、自分が書きたいものをこれでもかと情熱を込めて設定して書いたってことが伝わるので、その真剣さが好感度上げ上げバリバリ最強ナンバーワンですね。なるほど、で、設定だけを見るとっていう向上をずっとしていると、他の何も考えていない作者が作る、自由度を感じているのは読者だけで作者は全部無駄にしているゴミなんだろアホくさと、なってしまうことかとは思うんですけれども、実は先生はこの自由度をちゃんと把握し、本作の中で実践しているんですよ。このような漫画に対する情熱や設定の練り込み自体は、残の頃からちゃんとなされていて、つまり作品を見ると杉田直先生がやりたいことは、ちゃんと読み取れる、つまり情熱がこもった漫画となっているんですね。じゃあ何の問題もないじゃねえかともなりそうなのですが、一番大きな問題があって、まあ、その、画力、ですね。残の連載は2006年、本作は2016年ですが、この間20年の開きがあったとは思えないほどに絵が進化していません。いや、進歩はしているんですよ。つまるところ、当時の先生が持つ根本的な絵の下手さが、全く解消されていない？つまり減ったクソなままこの設定で描いているんですね。これがとにかく問題で、設定だけを見ると良作にもできそうだし実際その設定を使って、様々な場面様々な展開様々なキャラ付けをそして何より様々な衣服向きシーンを、プロとしての創作技術や情熱や責任感を持って盛り込み実践をしてはいるのですが、とにかく絵が減ったクソ、もっと端的に言うと向かれた女性が全然えどくない、
このせいで作品の根幹をなすムッツリパワーで衣服のみを破壊するシーンを盛り込んでも、正直読者としては乗り切れない。いややってること自体はプロ感あるんですよ。でもこればっかりはプロ感だけではどうにもならない。江戸が根幹なんだから江戸は、ちゃんと江戸くしてください、と思わざるを得ません。好感は抱けるのですが興奮は抱けん。仮にですけれども、本作を矢吹健太郎先生や三浦忠宏先生が書けば、少なくともネット民は大騒ぎしますよ。こんないい意味で頭の悪い方向に吹っ切れて、しかも設定の広がりや展開をいくらでも持たせられる話が来たってなれば、そりゃもう大注目ですよ。それに原作者杉田直先生もあるなら祭り間違いなしです。でもまあその場合でもダラダラ続ける話でもないので短くまとめて濃度と最高風速を、超絶高める形にした方が良さそうではあるので前3巻か続いても前後巻が良さそうですね。ちなみに本作の巻数は残の 1.5 倍の前3巻ですね。暗黒期だと長期連載じゃん。詰まるところえなんやなって。いや正確には本作と合った絵柄ってところでしょうか。いかんせんお色気全振りの本作においても先生本来の健全少年漫画的絵柄で、へったくそなのは差し引いたとしても本作の主題と絵柄がとにかく合ってないんですよね。設定や情熱自体はちゃんとプロのそれなのでへったくそながらも絵柄関係を、ちゃんとお色気方面に、具体的に言うと丸みを帯びた肉感の方に寄せていれば、もっと良くなったんじゃないかなって感じですね。絵柄は重要ですよ。総評ですが、設定とそれを使った展開の仕方自体はいいのだが先生、絵が、ですね。あ、一応言っておきますけれども私は本作のエチチチシーンでも普通にいけますよ。エチチチ漫画で重要なのは絵のうまさも要素の一つとしてはありますが、より重要なのは作家がその作品に込めた主題と情熱の方だってそれ一番言われてるから、でもまあいち早く放出したい時などには内容度外視でだけで行く時もありますけどね。両方備えたものはごく一部なのでつまりトラブルはその方面でも神ってことだな。トラブルは同人の方も神がかっているものが多いので二度美味しいな。まあ同人の方だと、みかんちゃんと小手川のに共感があるのでなかなか他のキャラの発掘は難しいですね。いかんせん空の色を映したマーチ的なあれが強すぎるんや。絞り尽くされたんや。あ、本作のネットでの感想を見ているとトラブルの劣化版だと言われていますが、連載時期的には揺らぎそうの劣化版ですね。バトル展開もあるのでその点でもこっちです。いかんせん絵柄がね、やりたいことはわかりますし好感も持てますが、絵柄が、以上です。ほな、また。